スリデージンを安楽死させる。こんなふざけた計画、俺は到底受け入れられない。頭のチャンネル。皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて皆さん、ご飯は食べましたか？お風呂に入りましたか？私は全部済ませて、あとはもうアニメ見て寝るだけです。人生の幸せタイムです。ということで今回も引き続いて進撃の巨人の続きを見ていこうと思います。前回はエレンのピンチに駆けつけたお兄ちゃんのジークがピークちゃんに大砲で撃たれて、兄弟2人揃ってピンチになってしまいました。エレンとジークが揃えば最強やんって思ってたけど、マーレに苦戦を強いられてるっていうことは、それほど軍事国家マーレは激強っていうことなんですね。さてイエーガー兄弟はこれからこのピンチをどうやって乗り越えていくのか、早速続きを見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。進撃の巨人ファイナルシーズンパート2第3話です。ゴー、おたまのチャンネル。それでは見ていきたいと思います。オープニングから始まりましたね。いやーかっこいい。そう、兄がさ、兄がどのタイミングで出てくるんか気になるんよね。兄と弟第78話。ジークが撃たれ、獣の巨人が地に落とされる。エレンとジークは接触したらいいか、接触したらもう全ての巨人を従えることできんもんな。全ての巨人というか、その9つの巨人以外の巨人。うわガリアード大丈夫？もうガリアードの心配してたらエレンもやばい。車力の巨人やばい、アルミンも狙われてた。内装を人間に使ったらなかなか破壊力すごいな。敵の背後に回り込む、マーレ兵の背後に回り込むってことね。ジーク起きて、起きてジーク、エレンも頑張って戦ってるんだよジーク、起きて。起きろポルコ、力を振り絞れ。お互いすごい瀕死やな。止まった。通信環境悪いんですよね。止まってしまいました。しばらく待つか。あ、始まった。やばい。ポルコは事実を知ってしまった。止まった。こうぐる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 円を描いてます。読み込み中です。どうしよう。始まった。急に始まるな。今巨人たちを呼ぶ。叫ばないでくれジークさんって言って、弟は巻き込まないでくれ。止まった。やばい、止まりすぎて全然作品に集中できへん。OK 始まった。ジークさん悩んでる、すごい悩んでる。弟を思う気持ちはよくわかる。そっか、エレン弟やもんな。だから残念だ。ジークの方向が響き渡り、マジで巨人なんの？ほんまに？はい、ここで止まった。一回再起動してからもう一回撮影し直します。こんなブツブツ止まるようじゃ作品に集中できない。はい、ちょっとネット環境が戻ったと思いますので、もう一回続きを見ていきたいと思います。さっきまではジークが方向を上げました。ジークが方向を上げたということは、ジークの脊髄液、あのワインを飲んだ人たちが巨人になってしまいます。いや、もしかしたら分からへん。ただの方向だけやったかもしれへんし、巨人にならへんかもしれへん。で、みんなに平和が訪れるかもしれへん。また見ていこう。いきます。そう。ピカーってなって、ここで止まっちゃってんけど、あ、ダメだこりゃ。巨人だ。恐ろしすぎる。巨人の地獄再び。ファルコ？これがファルコ？ファルコ巨人になっちゃっ
てんや。カルタ、そっか、ファルコの近くにいたから。ファルコライナーのうなじを食べようとしてる。やべえ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 、ジーク死んだ？いや死んでないやろ。ジーク死んでないと分かってるよ多分。でもさ、エレンは始祖の力使えないって言ってもさ、またヒストリアの大きな力が残ってんねんからさ。ガビ、ライナーそれでいいの本当に？あー、ポルコ、うわー、兄と弟、ここでも。何が起こった？こいつか？脱出？死んだふり作戦。エレン、ここでもまた兄と弟の絆が。こいエレン。待って、それはやめて、やめて、わかっ。私さっきの顔どんな顔してた？どんな顔してこのアニメを見てた？続き見ていきます。ガビー、このシーン前もあったよな、あの野球ボールをなエレンにジークが渡すシーンな。野球ボールをキャッチできひんかってんや。あ、拾わへんかってんや。エレンはすごい、世界がスローモーションや。この映像すっごいな、この映像すっごくない？このす、何、これは何を見てんの？今何を見てんの？私は今何を見てんの？力を行使する際に来るところがここ。時間軸が分からへん。完全にこと切れる前にジークと接触した。二人は始祖の力を手に入れた。あなたがユミル様？コネコネして体を作ってた。ジークを生き返らせてんや。始祖はここで巨人を作っているのだろう。どういうこと？ユミルが巨人を作ってる？俺たちの夢を叶える時が来た。その鎖何？付箋のちぎり、俺の自由を妨げるもの。ここでお前だけが始祖ユミルに命じることができる？世界を救ってくれ。あなたは何を考えてるの？エレン？あなたは何を考えているの？すべてのエルディア人を今後永久に作れない体にしろと。地ならしで連合軍を潰すのはその後でいい。エルディア人を安楽死させる。こんなふざけた計画、俺は到底受け入れられない。ここに来るためにあんたに話を合わせていただけだ。お兄さんの絶望の顔、そりゃそうやんな。ジークお兄さん、この先も殺し合いは終わらない。俺たちが繰り返してきたことずっと続く。なぜエレン、答えてくれ。俺がこの世に生まれたからだ。エレン、ユミル、俺に力を貸してくれ。無視。ユミル無視。ジーク、あの父親に洗脳されたせいなのか。始祖は何でも作れる。こんな土くれの鎖でも。ジークはじゃあ、つまり付箋のちぎりはない？付箋のちぎりを無力化していくことに成功した。自分の意志を持たぬ奴隷がユミルの存在。始祖の力はジークが手にした。影
意に過ぎなかったんだよエレン。うわー、この展開どんでん返しのどんでん返しやん。でもジークは一貫してお前は悪くないエレンって言うねんな。お前にも誰か助けてくれる人が必要だったんだジーク。俺が死の力でお前を治してやる。世界を救う時はお前と一緒だ。面白すぎ、やっぱり面白い進撃の巨人。ということで見終わりました。感想に行きたいと思います。おたまのチャンネル。はい、ということで進撃の巨人78話見終わりました。今回のタイトルむちゃくちゃ意味が深すぎて怖かったです。兄と弟っていうタイトルでしたけど、兄と弟っていうのはエレンとジークのことやと思ってたけど、その2人だけじゃなくてファルコとコルトのことでもあったし、コルコとマルセルのことでもありましたね。今回の話では兄弟愛が語り尽くさんばかりに語られてましたね。この兄弟たちの兄弟愛がすごすぎた。むちゃくちゃいいタイトルと素晴らしいタイトル回収でした。そしてエレンもついに本性を現しましたね。これでエレンはエルディア人安楽死計画アンチ派閥ってことが分かりました。つまり今までのは全部演技ってことですよね。なんか嬉しいけどまたジークと対立しちゃうんかなって思ったらちょっと寂しいな。弟思いのジークも好きやし、自由意志を持つエレンも好きやし、二人で仲良くしててほしいな。でも二人の思想があまりにも対極すぎるから仕方ないんかな。いやいや、今回もさ、ジークの叫びで家が兄弟の勝利確定って思ったら、エレンの首が吹っ飛んで、ああエレン終わったって思ったら、座標にたどり着いて、ああエルディア人安楽死計画が叶うって思ったら、エレンが裏切ってエレンの本性が見れたと思ったら、実は分かってましたよみたいな、ジークが一枚上手やったっていう展開。いやいや面白すぎません？もう単純にいかないところが進撃の巨人の面白さですよね。おでこごっつんした兄弟はこれから始祖の力を持って現世に戻ってくるんですかね。まあわからないですけど、どうなっていくのかまた次回も続きを見ていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。やー。